ビール、ビール、お冷えてっかー。アイスティーしかなかったけどいいかな。はいはい、いただきます。どうぞー。というわけで、今回は武術のための試合ルールを作るならばこうするべきだという話をしてみるよ。そんなもの作れるのかよ。まあ最初にはっきり言ってしまうと、武術というものそのものを試合競技化することは不可能だね。じゃあいきなりダメってことじゃないか。まあそうなんだけど、とりあえず私の話を最後まで聞いてほしい。それではまず、格闘競技と武術の違いから話してみる。例えば現在存在する格闘競技、ボクシングでも、柔道でも、総合格闘技でも、必ずきっちりとしたルールが存在する。それは急所攻撃などの禁止事項はもとより、服装、場所、試合時間に至るまで事細かに設定されている。いわば、格闘競技とはルールによって局面を一つに固定したものであると言えるわけだよ。まあルールが存在するということはそういうことを意味するわけだよな。それに対して武術には決まったルールというものがない。だから戦う相手も、素手の場合もあれば剣を持っていたり槍を持っていたりする場合もある。相手の数も一人とは限らず、二人だったり三人だったりする場合もあるし。戦う場所も地面とは限らず、草むらだったり砂利道だったりする場合もあるわけだ。だから武術にはいろんなシチュエーションを想定した練習法が存在するわけだよな。そうだね。その点が格闘競技と武術の最大の違いになっていたりする。さらにそういった局面は時間とともに推移する。つまり、一人だった相手が二人や三人に増えたり、経験値稼ぎに使えるな。素手だった相手がいつの間にか武器を手にしていたりなんてことがあるわけだ。素手の方が強いやつもいる。そんでまあ、ここで一つ疑問が生まれる。局面が一つに固定されていれば、その局面だけを想定して練習すればいいわけだよな。柔道家がボクサーが殴ってきたらどうしよう、とか考える必要はないもんな。それじゃあ固定された局面が存在しない武術は、一体どういう練習をすれば良いのか？つかみどころのない話だな。そこで武術の出した答え、それは一つの動きを多数の局面に対応させる、というものだ。一体どういうことだ？今まで何度も話してきたことだけど、武術というものは素手の技術と武器の技術に互換性がある。例えばこの、僕北斗将から九歩中剣、という素手の動きは、剣を持った場合はこんな動きになるし。槍を持った場合はこんな動きになる。両刀を持った場合はこんな動きだ。とまあこのように、武術の場合は一つの体術が、剣、槍、両刀などの様々な武器術へと変化するんだ。もちろんそういった動きは、相手が複数いたり足場が悪かったりといった場合にも応用ができる。つまり、一つの動きを多数の局面へと対応、させているわけで、これこそが武術の出した答えだよ。なるほど。で、この話はもしかしたら、ガンダムに例えるとわかりやすいかもしれない。まさかのガンダム。で、このガンダムは F90 と言うんだけど、こいつは状況や目的に応じて本体にオプションパーツを取り付けることで、A タイプやら B タイプやらいうのに変化させて運用できる、という設定になっている。こっちのガンダムの方が強いんだよな。だからさっきの体術をガンダム本体と考えて、様々な武器術をオプションパーツと考えれば、武術とガンダムがそっくりな構造になっているというのがわかるだろ。小学生でもわかるんじゃないかと思うぜ。さて、それでは武術というものが多局面対応の構造になっているということを踏まえた上で、武術のための試合ルール作成の話に戻る。おう、悪しろよ。実は一昔前には、三打大会、と呼ばれる、武術のための組手大会が結構開かれていたりする。で、大体どの大会でも似たような試合方式が取られていて、どんなものだったかというと、フルフェイスの面をつけてフルコンタクトで殴り合うという、フルコンタクト空手団体の大道塾が採用しているような方式がほとんどだったわけだよ。だから毎回優勝したり上位に入賞したりするのはフルコン系の空手選手ばかりで、
武術系の人の中でそれなりの成績を残せる人も、大道塾スタイルを模倣したような人ばかりということになってしまった。武術のために開いた大会のはずなのに、本末転倒なことになっているな。だからまあ、この試合形式で強くなりたいのであれば大道塾スタイルをきちんと習うのがベストなわけで。はっきり言ってしまうと、かつて開かれていた三打大会はどれも失敗だったと私は思っている。ということになるだろうな。さて、それで破三打大会はなぜ失敗したのか、その原因は明らかだと私は考えている。ほう、一体なんだ。それは、単一ルールによって優劣を決めようとしたこと。であると。ほう、じゃあどうすればよかったと。さっきも言ったように武術の最大の強み、それは多局面への対応力にある。ということはだ、武術の試合ルールを作るのであれば、普通ルール併用制。を採用するべきであると。けどお前、さっき武術そのものを試合競技化することは不可能だとか言ってたじゃん。その通り、武術というものが含む領域はあまりに広く、かつ曖昧もことしているため、そんなものを囲い込んでルール化するなんていうのは不可能だ。じゃあどうするか、必要となる部分をくくり出してルール化すればよい。サッカーで例えてみよう。例えばお前さ、サッカーを上達したいと思ったら、常に試合形式の練習ばかりするか。するわけがないな。やるんだったら、パス、ドリブル、シュート、といったように、必要な部分をくくり出して練習するだろ。そりゃそうだな。そしてだ、パス、ドリブル、シュートなどの分野で良い成績を出せるものは、試合形式の練習でも良い成績を出せる。これらは性の相関の関係にあるわけだ。ははーん、なんかお前の言おうとしていることがわかってきたぞ。武術そのものをルール化することは不可能でも、武術にとって必要な部分をくくり出してルール化することは可能だ。だから武術のための試合ルールを作るのであれば、武術にとって必要な部分をなるべく多くくくり出してルール化し、それらの総合点で優劣をつけるようにする、というのが私の考える武術のための試合ルールだ。なるほど。で、具体的にどうやるんだ？とりあえず今回はあくまで一例としての試合方式を提示してみる。実際にはもっとルールの数を増やしたり細部を調整したりといったことが必要になるということを踏まえておいてほしい。わかったぜ。とりあえず今回私は武術にとって必要な部分として4つのルールを提示してみたい。すなわち、槍、剣、水手、体術の4つだ。槍の組手はこんな感じ。槍の柄の部分は硬くて危ないから、相手を叩いたり払ったりするようなことは禁止している。つまり有効なのは突きだけということだな。はい、うつ主の勝ち。やったぜ。もう一丁行ってみよう。やったぜ、うく主は真相だ。次は剣の組手だ。ちなみにこれは中国では単兵格闘と呼ばれる試合形式だね。中国では剣や刀のように比較的に短い武器のことを単兵と呼ぶんだよな。そうだね。はい、うく主の勝ち。華麗に突きが決まったぜ。それじゃあ次、これは水手というお互いに押したり引いたりして崩しを身につけるための練習法だ。そしてこれはブイラーという水手で養った自力を活かせる組手方法だ。ルールは簡単。お互いにレンガの上に乗って、相手の肘から先を引くか、体の部分を手のひらで押すかして相手をレンガから落としたら勝ちだ。やったぜ、またもやうく主の勝ちだ。最後は体術、つまり都市格闘なんだけど、これのルール化が一番難しい。なんで？それを説明するためには、まずは毎度おなじみの A ライン、B ラインの話を思い出してほしいんだけど。それじゃあ A ライン、B ラインについての説明動画のリンクを右上に貼っておくぞ。素手の組手ルールは下手に設定してしまうと B ラインが優勢なルールになってしまうから、武術にとってこれは好ましくない。
そこで今回は、B ラインの現実をなるべく抑えられるようにルールを工夫してみた。なお、このルールはまだまだ調整の余地があることは最初に述べておく。どんなルールだったかというと、攻撃に使用できるのは手のひらの部分のみで、右手のひらは相手の両肩、ボディをタッチしたら1ポイント。両肩がポイントになる理由は、肩に手が届けば顔にも手が届くわけで、顔に手が届けば、指を相手の目に入れることができるし、鼻を潰すこともできる、という考えに基づいている。しかしだ、ここが一番の要点になるんだけど、左手のひらがポイントを取れるのは相手の左肩にタッチした時のみだ。随分妙なルール設定をしているな。なぜこんな妙なルール設定をしたのか。それは左手で相手の右肩を狙ってもいいということにしてしまうと、こんな風に B ラインが現実しやすくなってしまうからだ。そこで、お互いの左手と左肩を結びつける意識を強制的に作り出すことで、B ラインの現実を抑え込んでしまおうという試みだよ。なるほど。とりあえず組手をやったらこんな感じになった。一応、外から打ち捨てを振り回すような動きにはなっていないから、差別化はできてると思うぜ。まだ過渡期だけどこの方向性で間違いはないと思う。また、このルールでは八極拳の強烈な踏み込みを生かした戦法も有効だ。こうして必要となる複数のルールが作れたら、そこに傾斜配点を実施する。傾斜配点。例えば総合点の最大値を10点としよう。そしたら、槍に3点、剣に3点、水手に2点、体術に2点、のように重要度に合わせて割り振ることで、参加者たちに、どの分野に注力してほしいかを促すことができる。なるほど。武術ならば武器関係の分野の重要度を高くすればいいわけだな。そういうことだね。さて、こんな風にルール設定すればフルコン空手や総合格闘技をやっている人が良い結果を出すのは、まず無理。さらに、武術をやっている人であっても普段の練習が肩と約束組手だけなんて人も、良い結果を出すのは難しいと思う。それに対してだ、ウプ主は、このルールだったら俺が最強などと言ってたりするよ。そんなこと言ってるとまた変な奴が現れるぞ。はい、じゃあ今回はこれにて終了。ザ・エンド、でね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。